チャオ、あっちゃんです。いやー、今日もね、面白いコメントがあってね、ちょっとね、動画を増やしていく習慣を作っていこう。もちょっとね、本当に今懐が苦しくって何もできへん状態、ほんまにやばい状態で、でこれはね、ちょっと動画を増やさないといけんなと思ってたところにね、ありがたくはないんだけど、ありがたくコメントをいただいたんで、一つ動画を作らせてもらいます。はい、くたばれ正論っていう動画と、答えを求めることを忘れ、答えを求めたがる、日本人は考えることを忘れて答えを求めたがる、答えは〇〇にあるんだよっていう動画、日本に同じ人からね、コメントが来てんだけど、あえて名前は読みません。くたばれ正論の方に来てるコメントが、くたばれでタイトルだけを見ると危険な言葉だと思うんだけど、過去にこの言葉が元で訴えられた事例がありますよ。メンタルが弱ってる人によってはとんでもない捉え方する人もいること、発言に気をつけたらどうですか、自分のためにもならないですって書いてあるんだけどね。あっちゃんは動画見てないな、あなたのような一番、危険やけど、記念って書いてもだろう、危険なクレーマーだよって、生き方を気をつけようねって、あなたのためにならないわよって、ちょっと嫌見たらしっかりしといてんけどね。クレームは、ね、動画で出したよね。レッドブルに言ってください。レッドブルの広告を使ってあっちゃんは、配信してます。で、くたばれっていう言葉で訴えられる、そんな話ないです。直接その人に向けてくたばれって言ったら、それは訴えられるかわからんけど、そのくたばれの内容っていうのが、全くわかってない。ただ単にタイトルだけ見て動画の内容も見ずにクレームをつけてる。これがあっちゃんが一番嫌いで、あっちゃんが概要欄にも書いてる通り、クレーマーはコメント禁止ですって書いてある。それすら守れてない。だから正論者っていうのはあっちゃん嫌いって言うんだけど、こうやってね、正論とか何かをかざして人を攻撃しようってするっていうのは一番簡単に破れる、矛なんね。これを盾で破るんじゃなく、あっちゃんは矛には矛で対抗する。そういう方法やねんけど、こういうのってね、一番頭が悪くってね、世界で一番あっちゃんが嫌いな部類やねんね。何にかっていうと、人を攻撃するために人の言葉を使って、それを裏返す正論を使う、アホでもできんのよ。簡単に言ったら、どんないいことしててもね、そのいいことには絶対どこかには穴がある。それをうまく続くことによって簡単に崩せることができる。逆に言ったらね、 YouTube の手法で、これあっちゃん教えたくはないんやけど、くたばれとか、アホとか、クソとか、やっちゃあかんないけど、死ねとか、そういう汚い言葉を使うことによって再生は稼げるのね。それの手法として、今 YouTube の中でも結構やる手法や、ね、YouTube だけじゃない、広告。だから、世界のレッドブル様が、くたばれ正論っていうタイトルで、広告出してたんね。それすら分かっていない。くたばれっていうことが悪いことでも何でもない、ね。で、くたばれ、誰に言ってる？動画を見れば分かるよね。動画を見てないから分からへん。こんな恥ずかしいことだよ。あっちゃんこれ恥ずかしくて、このコメント見た時に恥ずかしい。こんなこともしあっちゃんが書いてしまったら、もう入る穴あった掘って埋めるよ、自分を。それぐらい恥ずかしいこと。多分あっちゃん切腹するね、これ。ギター侍も切腹するね、これね。それぐらい恥ずかしい。ことよね。だからそれぐらい自分がどんだけ自爆してんのか。あっちゃんこういうのを自爆テロって呼んでんねんけども、本当にね、自分で恥ずかしいテロ行為を起こしといてね、自爆して、全くその自爆テロには誰の、あれもね、あ、今返信来たな。ちょっと面白いから見てみようか。全くの自爆テロでね、来てる来てる。見るかどうかはタイトルとサムネで判断していますので、あしからず、何不自由なく自由気ままに生きてますけど、何か見ていない人はコメントを書かないでくださいって決まりですか。決まりですね。見ないでタイトルだけにかのおかしいしね。だタイトルでクレームつけるってとんでもないことよね。ちょっとあっちゃん面白くてね、このコメント残しておきます。みんなで笑ってあげてましょう。これ吊るし上げです、はっきり言って。なんで吊るし上げるか言ったら、こういうバカなことをして自分で自爆テロをして自分を痛めつけないように、あっちゃんはこれを吊るし上げるんじゃなく、こういう恥ずかしいことを吊るすことによって、こんな恥ずかしいことが二度と起こらないようにする。だからタイトルだけ見て、サムネイルだけ見て判断してコメントしてクレームつけるって、もってのほかやね。これってね、例えば看板があって商店があります。中には美味しいパンとか美味しいお菓子が売ってます。で、商店の看板に誰かが、落書きしました。このコメント書いた人が、タイトルに対してのコメントを書きました。そのタイトルだけを見て汚いと思って入らないと一緒。美味しいものがありつけへんのね。例えば、どうしようかな。びっくりドンキー。
まあ、最近ちょっと綺麗になってるけど、なんか汚い外装してるでしょ。で、汚い外装してるから入らへんのか。いや、中には美味しい料理があるから入るよね。それを入らずに、あそこの家、建物、建屋汚いから入らないって言ってるのと一緒やねんね。恥ずかしい行為よね。入らずに、まあ、汚いから入らないってわかるけど、入らずに内容に関してこんなことしたらクレームつきましょう。だからこんな汚い店の中で汚い料理を売ってたら誰も食中毒を起こして入らないですよって言われたのと一緒やからね。実際食べてみて初めてわかる。動画っていうのは見て初めてわかるのに見もしないでクレームつけるって、もう手のほかよね。ちょっとあちゃん面白くってね。もう今、ちょうどリアルタイムでね、今ちょっとそのコメントの返事が来てね、ちょっと面白かったんよね。あちゃんの危険なを記念なって書いてあるとちゃんと読み取ってくれたんな。そこは分かってくれたんよね。それともう一つ同じ人やねんけども、日本人は考えること忘れたっていうのもせやねんけども、答えって誰に質問されてるんですか？自問自答ですか？期待要望に答える方の方の意味ですかって書いてあるんだけど、あちゃん昨日のコメント欄に書いてあると、それすら見てないでクレームかよって、動画内でちゃんとそういうことを話してるよって。あ、またこれ、間違い、ごんじしまくり話してるんだけどねって、マジ見てないでクレームつけるんだなってバレバレって書いたら、それは失礼しましたって書いたんだけどね。だから、動画っていうのはタイトルとかサムネイルで判断するものでもなく、動画で判断するものでね、ここは、写真掲示板でもなきゃ、サムネイル、タイトル掲示板でもない。それは何かっていうと、動画サイトやねん。だから動画で判断する。だから見ないで、低評価をしてるって、書いてるのをあっちゃんは教えてもらったね。結構そんなの書いてる人おるよって。だからあっちゃんの、動画、ライブ始める前の100近いバットマークは見ないでしてるよ。もちろんライブしてないから見てないよね。そういうバットマークをしてる。だからそういう組織表でバットマークさ押されてるから気にしなくていいよって教えてくれるんだけど、その通りです。だから見ないでこんなことしてクレームつけてる。これは単なる嫌がらせ。これってね、はっきり言って、威力業務妨害であったり、偽計業務妨害。くたばれてたり、要はサムネイルだけ見て文句つけるっていうのは完全な威力業務妨害に当たんねんね。威力業務妨害っていうのはその人に対して、高圧的に、業務を妨害し、業務っていうのはあっちゃんの動画活動ね。要は動画活動やのに動画を見ないで、ね、クレームつけるのは威力業務妨害に当たる。そして、誰に答えなんですか？これも見ないで答えてる。そういうのも、威力業務妨害。ね、動画内容に関して、全く、的外れな答えを書いて、クレームつけて、それを、ね、またコメントだけを見て、再生をしなかった人が一人でも出た場合、もうそれは、偽計業務妨害にも当たるわけよね。だから結局、迷惑行為なんよ。で、これあっちゃんね、まあ、今まだ、簡素化されてへんけど、まあ、これログ残ります。だから、IP 開示法がもうじき開示されるから、IP 開示法でやったときに、これ IP 開示して訴えたら、簡単に、威力業務妨害で訴えることできる。するかしないかは、あっちゃんまだ考えてないけどね。もっと悪質なのやるかわからんけど、これ一つのいい例なんで、残しときます。皆さん、こういうね、馬鹿げたことしないようにね、これ、あっちゃんねるだけじゃなく、他のチャンネルでもやってる人おると思うんだけどね。あっちゃんはだからクレーマー嫌いだよって。でね、で今回まあこの動画を出したことによってね、あっちゃんはまあ、うまい棒数本ぐらいの稼ぎが出るでしょうね。ありがとうね。だからあえて、モデルケースとして置いといてあげます。で、分かったら謝罪するなり、二度と同じようなことを繰り返さない。まあ、謝罪まではいらんよ。でも二度と同じことを繰り返さないように、もし次やった場合、模倣犯が出た場合、同じようなパターンで見てない人は一発ブロックかましていきます。だってうちのね、看板に落書きされてるのと一緒やからね、はっきり言って。内容、美味しいパン屋って書いてあるのに、美味しい罰されてまずいパン屋って書かれてるのと一緒やからね、はっきり言って。内容は、ちゃんとそのパンをお金を払って買って食べて初めて美味しいかまずいか分かる。あ、お金を払って対価、等価交換じゃないなって思った時点で、あ、ここのまずいからお金払う価値ないわって思ったら、美味しくないよって言いふらしてもいい。食べログにね。でも、あっちゃんの場合、動画の内容すら、見ないで他の人の動画の内容を見ればほとんどわかると思うんだけど、タイトルのくたばれっていう言葉だけにクイズ。じゃあ同じことね、この人ね、この動画を見てたらやってください。あっちゃんと同じようにレッドブルにクレームつけてください。どんな答え書いてくるか教えてください。レッドブルが書いた、でレッドブルが世界、まあ、日本語やから日本中やねんけど、日本中に配信した広告のキャッチコピーでした。はい。いや、面白かった。こういうコメントがあるとね、一つの動画も撮れるんで、ありがとうございました。今日はお礼を言わせていただきます。でも迷惑なんで、二度とこういう迷惑行為をしないように心に留めて、恥ずかしい行為っていうこと。これ、子供やったらね、アホやろお前で済むんだけども、大人がやってたらめちゃくちゃ恥ずかしい行為なんでね、あなたの人生、今まで歩んできた人生すべてが、
無駄やったっていうことになるわけよ。その人生悔い改め、正しい道に歩いていきましょう。だから正論くたばれってあっちゃんも言ってるんです。動画はちゃんと見ましょうね。恥かくよ。